皆さんこんばんは。ちょっと遅くなりましたが、競馬予想の時間です。明日もあるんですよね、競馬は。で、明日は、デイリーハイクイーンカップ G3 の予想分析をしました。で、このレースは牝馬3歳のレースなので、ちょっと荒れるかなと思いまして、中穴から狙いたいと思います。で、福永騎手が数頭の騎乗依頼の中から選んだ12番のレッドベルローズから入りたいと思います。この馬はディープインパクト3区の切れ味で発揮される東京競馬場でマッチすると思うんですよね。なので、 U の買い目はこちらです。じゃん。単勝12番、レッドベルローズ、現在オッズ14倍で、副賞もレッドベルローズで、現在オッズ 2.4 倍から 3.4 倍です。で、ワイドが10と12です。で、マウレアとレッドベルローズです。現在オッズ5倍です。で、次ウマレンが12と13です。で、レッドベルローズとスズミモンです。で、現在オッズ30倍です。これはすごいですね。で、次馬タンが2と12です。レッドベルローズが1着固定の2着がフィニフティです。で、こちら現在オッズが133倍です。すごいですね。次3連複が10、10、12、13です。レッドベルローズとマウレアとスズミモンです。現在オッズ19倍です。次3連単が12、6、10です。で、レッドベルローズ1着固定の2着、テトラドラクマで、3着マウレアで、現在オッズ222倍です。で、こちらで勝負したいと思います。いや、皆さんは明日の競馬はどうでしょうか。コメントお待ちしております。明日は3連休最終日ですね。競馬場などへお出かけなさる方は、全国的に明日は寒いらしいので、お気をつけて行ってきてください。じゃあ今日はこれで終わります。バイバーイ。